ことを。皆さん気をつけてください。これはイグドラシル 7D の正真正銘イグドラシルの端末だ。イグドラシルが私たちを打ち飛び出したようだ。もはやイグドラシルに意志は存在しない。声も聞こえない。目の前にあるのは我らの行く手を阻む壁。ただのプログラムだ。ただの壁ね。だ突破するのにですね。俺も手伝うぜ。リハビリってやつだ。俺を誰だと思ってやがる。さすが腐ってもレジェンド。柔道の元リーダーというわけですか。この短期間に私のデジモンに匹敵するデジモンを手に入れているなんて、筋金入りのオタクノードです。負けず嫌いにも程がある。みたいな。ぶっちゃけ少し引いちゃってますけど。オタじゃねえ、ギークってやべえ。てかユウコ、お前そんなだっけ。キャラ変わってね。やれ、君たちは一応私の信じた可能性なんだ。そのあたりをもう少し自覚してくれたまえ。来るぞ。さあ片付けようぜ。一丁上がりっけな。皆さん空を。あれ全部イーター。どこかへ移動して。いえ、強制的に集められている。スウェードに誘導されてんだ。ってことはそこにイグドラシルの本体があるわけか。よし行こう。
口っていうより、リーダーが侵食し、ホワイト続く穴を奪ったのだ。あの奥にイグドラシュ本体は。だが今はイーターの巣窟だ。スエドーのマザーイーターもあそこにいる。ユーゴが呼んでる。うん、私たちはずっと待ってるんだね。兄さんにもうすぐ会える。さあ、友達を助け出して。今度こそ。みんな揃って帰りましょう。としての機能を大部分抑え込んでいます。送り返したイーター全てにゴミデータを送信し続けるプログラムを組み込んである。サシモのイグドラシルの演算機能も一時的であろうとはいえオーバーフロー状態となっていますね。トロイアの木馬みたいですね。どちらも間違いではありません。実体はグリム童話の大きな株に近いですが、とにかく今のうちにイグドラシルをデバッグしましょう。